ジオ姉の言った通りだ。ユータ、傘持ってきてたのか。うん。雨降りそうだから傘持っていきなさい。あ、うん、ありがとう、ジオ姉。相変わらずだな。あ、それより今度の日曜忘れるなよ。うん、あ、分かってるよ。絶対だぞ、ユータが来ないとあいつらも来ねえんだから。別にそれはどうでも、俺はただサッカーが見れれば。どうでもよくない。だいたい人がユータのシスコンを直してやると。余計なお世話だよ。何の話？夏ね。何か楽しいことでもやるの？いえ、ただユータとサッカーの試合を見に行こうと話をしてまして。二人？いえ、数人。ん？女の子も一緒に。ん？ま、いいんじゃない。あ、僕の傘。偉いぞ弟。ほら帰るよ。待ってよ。いけない、洗濯物。ゆうく、地熱。たった今、ちよね。今日も遅くなる？お夕飯の支度までには戻るわ。ゆうく、洗濯物取り込んだだけだから畳んでおいてね。おう。ん、じゃあね。行ってらっしゃい。おう、だって。なんだよ、生意気。いいだろう。うん、とはいえ、千代姉が留守がちだと毎日が厳しいな。それは私んだよ。欲しかったらあげよっか。やる気だな。だって夏姉が可愛くって。ゆうくん、千夏なんてこと。ゆうくん。はい。お話があります。千夏は部屋に戻って。もう行かないとサッカー間に合わなくなるんじゃない。やば、行ってきます。行ってらっしゃい。絶対千代姉に懐いてるって。そうかしら、千夏ともよく遊んでたじゃない。そっかな。そうよ、小学校に上がってからは千夏の後ばかり追いかけて。白物はおしまい。ありがとう。千夏は今日のお夕飯は何がいい？ちぇ、ゆうたが外食の時にしか聞いてくれない。あらあら、当然じゃない。愛しちゃってるな、こんちくしょう。当の本人はお姉ちゃんたちを置いてデートだってのに。デート？あら、お友達とサッカーを見に行ったのよね。ユウタは気づいてないけど、ありゃサッカー見るだけじゃ終わらんね。でなきゃ私を連れて行かないなんて許さん。あれ、どうしましょう。ごちそうさま。ジオネ？ん？あー、食器は流しに入れといてね。うん。頼むよ、千夏さんだって許してくれたんだし。やだよ、終電なくなるし。何、男同士で話してんのよ。早くしよう。ジオネ心配するし。そのシスコンを直してやろってのに。余計なお世話だ。とにかくせっかくだけど。まったくだ。内緒話か。それじゃあごめん。あ、声
帰っちゃうの？ママ、俺がいるから。つまんない。遅くなっちゃったな。ただいま。疲れた。ん？あ、ジオネ。おかえりなさい。ただいま。それでさ、あと1分のところでゴールが決まって、もうめちゃくちゃ盛り上がってさ、みんななかなか帰ろうとしなくてさ。いい試合だったのね。本当にすごかったな。よかった。ごめん、付き合わせて。そろそろ寝るから。あら、お茶のおかわりは？もういいよ、ごちそうさま。そう、じゃあお姉ちゃんも寝ようかな。なんで一緒に寝てるの？お姉ちゃんの弟と一緒に寝て何がいけないの？大きくなっても私にとっては可愛い弟よ。そうかな、そうだよね。変なゆうくん。じゃあおやすみ。おやすみなさい。寝れない。寂しいな。眠れるか。これは夢、夢なのか。この時間だとお風呂入れなかったものね。ジオネ。うん、どうしたの？ジオネ、俺実はずっと、あの、その、ねえゆうくん。それじゃあ一緒に行きましょう。うん。どういうこと？なんだ？はい、ゆうくん。あーん。恥ずかしいな。前より強ねえに懐いてる。チヨネと…つべこべ言わずに来る。結局チヨネと回れなかった。お疲れ様、ご主人様。チヨネ、家ではユウくんだけのメイドさんにしてください。今日ユウくんと一緒にいられなかったからね。お姉ちゃん、やだもん、ユウくんたら。でもその服、お洗濯するために持って帰ってきたの。ゆうくんのしてほしいこと何でもしてあげるから言ってね。そっか、じゃあ洗濯するなら汚れても平気だね。エッチ。文化祭楽しめた？チヨネと回れなかったのは寂しかったけど、夏ネといてなんだかんだ言って楽しかったよ。あっ、ゆうくんと一緒の最後の緑草祭、私も一緒に回りたかったな。チヨネ。照れるな。あ、おいしい。ほっぺた落ちちゃうよ。試験も近いし、たくさん食べてしっかり栄養つけてね。痛っ。何？大丈夫、ゆうくん？
チナチ。ただいま。I'm not into it.